悪の心は抜かれても四つの分身が一つになった俺は、俺こそがザーク。ザークはモンスターと心を通じ合わせることができたはず。俺のターン。俺はセッティング済みのペンデュラムスケールを使い、ペンデュラム召喚エクストラデッキから蘇れ、オッドアイズペンデュラムドラゴン、エンタメイトドラゴリモーラ、エンタメイトオッドアイズミノタウロス、うん、まだ分からんのか、ユウヤ。いや、分かってる。つまりジャックは飼い犬に手を噛まれるような主人になるなって俺に言ってるんだろ。そうだ、見せてみろ、凶暴なる4体のドラゴンを自在に操る主人としてのお前の力を。見せてやるぞジャック、俺たちの力を。待たせたな、ユート、お前からだ。俺はレベル4のエンタメイトドラゴリオーラとエンタメイトオッドアイズミノタウロスでオーバーレイ。漆黒の闇よ、不動なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよエクシーズ召喚。現れろランク4ダークレベル4エクシーズドラゴン。出た、ユータのドラゴン。よし、いいぞユーヤ。悪の魂が反応している。やはりドラゴンたちとザークの魂が。手札からチューナーモンスターエンタメイトオッドアイズシンクロンを召喚。次はユーゴだ。エンタメイトオッドアイズシンクロンはこのカードとペンデュラムゾーンのカードを素材にシンクロ召喚できる。俺はレベル5の星読みの魔術師にレベル2のオッドアイズシンクロンをチューニング。その美しくも大しき翼翻し、光の速さで敵を撃て。シンクロ召喚、現れろクリアウィングシンクロドラゴン。最後はユーリ。俺はエンタメイトオッドアイズディゾルバーの効果でこのカードとペンデュラムゾーンの時読みの魔術師を融合する。闇を照らす深い色の眼よ、時の指針となりて新たな道を指し示せ。融合召喚、現れろサーブベノムフュージョンドラゴン。もうやめて。ここは耐えなければな。本当のお楽しみはこれからなんだから。これは怒りの声じゃない、怯えてるんだレイに。だからレイの復活を阻止しようと思って。怯えるな、お前たちは覇王竜にならなくたって強い。そのことを俺が証明してやる。